こんにちは。今日は、親子で楽しむフラワーアレンジメントをやりたいと思います。やりたい。早速お父さん登場。はい、これです。見えないよ顔が。これです。じゃあ、はい、イエス。はい、次これだ。そうです。どう、花と、はい、器が2つとスポンジが2つ。最初に器にこのスポンジをセットして準備をしましょう。はい、はい、入れたら触らない。 OK、 2つ。うん、じゃあ1つどうぞ。よいしょ。たらそしたらこれをそうそうそう。買った。で、手のひらでこう押さえて。そうそう、いいね。いい、いい。よっしゃ、オッケー。お花をあげます。お花あげます。こんな感じで。こんな感じで。葉っぱとお花と。ゼリー。ゼリー。ゼリー。これでもゼリー、あのバイ菌、植物汚れてるかな。ほんとほんと。あとで手洗おう。じゃあとりあえず、とりあえず、うん、ちょっとゼリー置いてもらっていいですか。はい、ちょっと手洗っていってもらっていいですか。はい、バイビー。いくぜ。ハサミ。えれ、ハサミで、ハサミで水あげといって、うんうん、切ってお花をつけておきます。はい、でゼリーがついてるところを洗うか、ゼリーより上で切ります。でハサミ切るとき、はい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 、ポイントこうです。これまっすぐでしょ。これ斜め、斜めにこうやって、そう、ちょっと切りやすいのと、お水吸いやすい。切れました。お花準備できました。で、一番いいのはあのこの状態で、まあ、6分間もうちょっと待ってもいいと思います。6分間待った間にあっち向いた方がいいでもやりますか。やば、あっち向いた方がいい。まず、刺す、どれからお花を入れていくかを決めようか。え、僕これちょっとおすすめはですね、お兄さん、聞いてますか。お兄さん、これを、ね、重たいです。重たい順にさ、重たそうな順にこう並べていって、大きいなっていう、これが、あ、そうそうそう、優しく、イエス。じゃあここに置いて、これを、頭こうかな、順番的にこんな感じ。じゃあこっちから刺していくと、この順番で刺していくと作りやすいです。ね、僕この3色刺して。 OK です。それはそれでいいです。じゃあいい、平らにして、じゃあ刺すときにここの根元を持った方がいいよ。こうやってこう刺したら刺しやすいから。こう？Yes。奥に、そこで折れちゃうから、この奥に。あ、いいです。次、おばけのこういう形。じゃあこれは切っていこうか。切れ。え、切らんでいいの？切れ。え？切ってよ。
来てください。ください。はい。いいですね。ちょっと今こんな感じです。こんな感じです。作りたいように作るのが一番いいからね。ね、でもここ長いけど切りたい。あ、じゃあこれさ、いい方法ある。面白い。これ使います。これボールペン。ボールペンって何？ボールペンをここに。これ巻いていきます。で、チョキ。いや、切らなくても短くなる。これ持ってて。そのまま。よし。いいの。よし、今これでこれをボールペンを外すと、なんとクリ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 。どうですか。いいですよね。よし、あだって持つところがないかも。よし、じゃああちらで完成です。顔が映ってないでしょ。完成です。1個目。いいね、伸びやかです。伸びやかじゃないよ。はい、次行ってきましょう。これせっかくなんで全部使ってほしいんですけど、これを。お、いいね、いいの選びましたね。順番覚えてますね。どうですか。見て見て。いい、もうこれで終わろう。終わろう。あ、ちょっと待って、これも。よし、できました。いっぱいいっぱい。どうだ。はい、オッケー。はい、次。どう。あ、これちょっと入れづらいな。ここがいいかな。わーって作ってすぐが一番水を吸うんで、朝作ったら夕方水見てもらった方がいいです。まあ、こんな感じで楽しんでやってもらえたらいいと思います。はい、自由です。いろいろ言いましたけど楽しむことが一番なんで、自由です。